ウルボス3ブダペスト市電2100系電車。この項目では、ハンガリーの首都ブダペストの路面電車である、ブダペスト市電で2015年から使用されている、スペインカフ製の路面電車車両について解説する。旧車体連接車と5車体連接車が導入されており、全長55.9メートルの2100型は2020年現在、世界最長の路面電車車両である。 2011年、ブダペスト市電をはじめとするブダペストの公共交通機関を統括するブダペスト交通統括会社は製造から40年以上が経過し、老朽化が進んだ旧型路面電車車両を置き換えるため EU やハンガリー政府、ブダペスト市からの補助金を用いた新型電車の導入を決定し、2013年に行われた 入札の結果、スペインの鉄道車両メーカーであるカフトの間に製造契約を結ぶこととなった。そして、交通機関の運営や車両の維持、管理を行う子会社のブダペスト交通会社に向けて2015年から製造が始まったのが、世界各国に導入実績を持つ超低床電車のウルボス3の中で車両全体が低床構造となっているウルボス100である。 2100系、2200系ともに台車がない、フローティング車体を含んだ両運転台式の連接車で、先頭車体及び2100系の中間車体には、動力台車が、それ以外の台車が設置されている、中間車体には、付随台車が設置されている。車体はすべて、床上高さ 350mm の低床構造となっているため台車には、車軸が存在せず、 動力台車に搭載されている手電動機は各車輪の外側に設置され、傘歯車やシャフトを介して動力を伝達するハブモーター方式が用いられる。2100系、2200系ともに車内には車椅子やベビーカーが設置可能なフリースペースが2カ所に設置されているほか、車内案内表示装置や空調装置、監視カメラも搭載されている。 制動装置には改正ブレーキが用いられており、置き換え対象となる旧型電車と比べて消費電力が大幅に抑えられている。また、ブダペスト市電には市内の歴史地区を走る路線について景観保護のため河川を撤去し非電化区間とする計画が存在しており、この区間でも走行可能となるスーパーキャパシタと蓄電池を用いた グリーンテックフリードライブシステムの対応工事が可能な設計となっている。2013年に結ばれた当初の契約では一時車として2 1 0 0系1 2両、2 2 0 0系2 5両、合計37両を導入する予定であったが、翌2014年にオプション契約を行使し2 2 0 0系1 0両の追加発注が行われた。これらの車両は2015年から ブダペスト市電へ搬入され、同年の9月17日から2200型が、翌2016年3月から2100型が、営業運転を開始した。一時車全車両の製造が完了した同年時点での、ブダペスト市電が所有する超低床電車は、全在籍車両の15%、座席キロの40%となり、それまで超低床電車が運行していた1.46、系統以外でも、 運用範囲が拡大したほか、これらの系統でも超低床電車で運行される列車の本数が増加した。また、営業運転開始に合わせて一部の停留所における安全地帯の改修をはじめとする近代化や、ブダフォクにある車庫の旧車体連接車に合わせた改修工事も行われた。2019年の時点で旧車体連接車の2100型は1系統に、 ご車体連接車の2200型は 50.5656A 系統に投入されている。超低床電車の運行範囲増加や1号線の延伸に合わせて、ブダペスト交通会社では2017年にオプション契約分を利用して二次車となる2100系5両、2200系21両、合計26両の追加発注を実施しており、2019年から2020年の 間の導入を予定している。これ以外にも、カフと交わしたオプションには2020年までに、行使可能な51両の追加発注分が残されており、うち20両は製造当初から、グリーンテックフリードライブシステムを用いた車両として、導入可能となっている。ブダペスト交通統括会社の本社ビルのロビーには、2016年に、 高校生のベンス・ゲルリツキーが BKK の協力のもとで制作した8500から9000個のレゴブロックを用いた2200系の模型が展示されている。ありがとうございます。